い、皆さんこんにちは、ザツコです。さて、今回はタイムトラベル事件についてなんですけれども、皆さんはサンチアゴ航空513便事件って知っていますかね。これは1954年9月4日、乗員乗客92名を乗せて西ドイツのアーヘン空港からブラジルのポルトアレグレ空港へ向けて出発したサンチアゴ航空513便が太平洋上で消息を絶ち、35年後の1989年10月12日に突如ポルトアレグレ空港に出現したという事件で、当時はタイムトラベルをしたのではないかと話題になったそうなんですね。その真相とは一体どうなのでしょうか。ここではそんなサンチアゴ航空513便事件について触れていきたいと思います。1989年10月12日、ブラジルのポルトアレグレ空港の管制室のレーダーに異変が起きました。突然、正体不明の機体がポルトアレグレ空港に向かってきたそうです。管制官はその不審な旅客機に交信を試みましたが、その機体からは一切応答がなく、その後間もなくその不審な旅客機は交信がないまま勝手に滑走路へ向かい着陸してきました。空港ではすぐさまこの旅客機の調査が始まり、作業員たちが薄暗い機内に一歩一歩足を進めていくと、そこには衝撃的な光景が広がっていたのだといいます。なんとそこには乗員乗客92名全員が完全に白骨化した遺体となって客席に座っていて、操縦桿を握っていたと思われるパイロットまでが骸骨だったのだそうです。では彼らは一体どうやって着陸できたのでしょうか。フライトレコーダーを調べたところ、さらに衝撃的な事実が判明しました。この旅客機は35年前の1954年の9月4日の朝に西ドイツのアーヘン空港を飛び立ったというサンチアゴ航空513便であり、ブラジルのポルトアレグレ空港へ向かう途中の大西洋上で突如姿を消してしまったといいます。当時航空当局はこれを事故であるとして処理されましたが、513便は35年の時を経て目的地のポルトアレグレに突然出現しました。超常現象研究家のセルス・アテル博士によると、サンチアゴ航空513便はほぼ確実にタイムワープして消えたと思われる、他に説明できないと言います。実はこういったケースによく似た事件は世界各地で起きていて、同年に旧ソ連で起こった事例だと、1989年6月5日の朝、ミンスク空港に第二次世界大戦当時のドイツ軍戦闘機が突然現れて着陸し、コックピットではパイロットの白骨体が操縦桿を握っていたそうです。その後に行われた調査では、このパイロットは大戦当時の1942年旧ソ連上空で行方不明になったと言われているクラウス・ジーガート隊員だと判明したのだといいます。彼は1942年12月5日ソビエト上空での任務からの帰還に失敗した後、消息が途絶えたと言われています。西ドイツの物理学者ベルナー・カルト氏によると、ジーガート隊員はタイムトラベルをしてしまった可能性が高いと言います。このように世界では忽然と消息を絶ってから数十年後に白骨体となって突然現れる、いわば逆バミューダ現象ともいえる怪現象がたびたび報告されているのです。事件の真相とは。このように前代未聞の大事故と言っても過言ではないサンチアゴ航空513便事件ですが、ここまで衝撃的な内容にもかかわらず、都市伝説好きでもない限りこの事件のことを知らないという方も多いと思います。それはなぜなのでしょうか。その理由の一つは、この奇妙な事件を報じたメディアが世界中で一つだけしかなかったのだといいます。それはアメリカのウィークリーワールドニュースというメディアです。この一社だけの大スクープで、他のどのメディアもこの事件に関しては取り上げていなかったそうです。このウィークリーワールドニュースが信憑性があまり高くないような記事を扱うタブロイド紙だったからだと言われています。まともに信じている人も中にはいましたが、多くの人は信じてはいませんでした。そしてこの事件の信憑性が低いと言われている理由がもう一つあります。
それは調査の過程でサンチアゴ航空513便からフライトレコーダーを回収したという点です。そのフライトレコーダーを解析した結果、機体は1954年に消息を絶ったものであると分かったと言われています。ですが、フライトレコーダーが航空機に搭載され始めたのは1964年頃だとされていて、それ以前の機体からフライトレコーダーが回収されるということはまずありえません。また、世界で起きた航空機事故は航空安全ネットワークによってデータベース化されています。このデータベースでサンチアゴ航空513便が行方不明になった1954年の9月4日を調べてみたところ、それに該当する記録が何もなく、ポルトアレグレ空港に現れたという1989年10月12日の記録に関しても結果は同じだったのだそうです。さらに、この事件の重要な鍵となるサンチアゴ航空という航空会社についても、そのような航空会社は見つからなかったといいます。つまり、サンチアゴ航空513便事件はウィークリーワールドニュースというタブロイド紙のネタ記事であったと現在では結論付けられています。当時のネタ記事が国をまたいでタブロイド紙が発端だという事実が隠されて伝わり、もしかして本当にあったことなのではないかというオカルト好きの心をくすぐる形になってしまったのではないかと推測されています。さて、ここまでサンチアゴ航空513便はでっち上げであるという見解が強いという話でしたが、実はこのような現象は全部が全部嘘だとは言えないのだといいます。このサンチアゴ航空513便のように飛行機や船舶が忽然と姿を消してしまう事故が多発する海域があります。それはバミューダ島、フロリダ半島、プエルトリコを結んだ三角海域、通称バミューダトライアングルです。都市伝説としては有名ですよね。このバミューダトライアングルでは数々の不可思議な現象が報告されています。バミューダトライアングルが世間に広く知れ渡るようになった事故として、第二次世界大戦末期に起こった米海軍機フライト19編隊事件が有名です。他にもこれと似たような事件が多数起きているそうですが、どれも条件が酷似していたのだといいます。事故が起こった日はフライトには問題のない天候でした。そして途中までは問題なくフライトできていましたが、突然視界の悪い雲霧に囲まれてしまい、その中では各種計器が正しく作動せず、自らの現在位置がわからなくなってしまったそうです。そしてようやく雲霧から脱出できると、通常では考えられない距離を短時間で移動していたことに気がつきます。そしてその雲霧から脱出できなければ謎の消失事故となってしまうのだといいます。これはサンチアゴ航空513便事件とどこかつながるような部分があります。これらの不可思議な現象は一見オカルトと思われがちですが、実はある程度科学的に証明されつつあるのだそうです。まず、これにはバミューダ海域にも存在しているメタンハイドレードという海底深くに眠る化石燃料が関係していると言われていて、このメタンハイドレードが大陸棚付近で地滑りがあった際にむき出しになり、海水と触れることで化学反応を起こすと言われています。そしてメタンガスを発生させ、一気に海面へと向かいます。その時、運悪く上を運航していた船舶は、このメタンガスに包まれると、あっという間に海底に沈んでしまいます。これが船舶の謎の消失事故の原因だとされています。一瞬で海底まで沈んでしまうので、残留物など一切残すことがありません。そして、海面を突破してさらに上へと放出されたメタンガスは飛行機にも影響を与え、軽いメタンガスはそのまま真上に巨大な柱を作り、そこを飛行機が通過するとエンジンに引火して爆発してしまうのだそうです。ですが、これだと木っ端みじんに吹き飛んだとしても残骸が残ってしまうので、消失事故とは言えません。メタンガスは他にも影響を及ぼしていて、気泡となって海面にたどり着いたメタンガスはマイナスイオン電子の霧を発生させます。その結果、磁気が働き、付近を通る船舶や飛行機の景気が狂ってしまうということが起きます。そしてマイナスイオンの霧が発生すると、さらなる化学反応の連鎖を生みます。
今度はその大量のマイナスイオンが電磁気交差現象を起こし、その結果発生するのがプラズマです。このプラズマがメタンガスの上昇気流に乗って上空へ向かい、一時的なプラズマのトンネルが出来上がります。このプラズマトンネルに引きずり込まれてしまうと、なんと未知の異空間へと迷い込んでしまうというのです。これが船舶や飛行機の消失事故の答えなのではないかと言われています。この異空間が本当に存在しているのかはまだ解明されていませんが、このトンネルから抜け出せないと異空間をさまよい続けることになり、消失事故となってしまい、無事抜け出せるとなぜかワープした状態で元の世界へと帰ることになるんだそうです。ではその異空間の先は一体どこなのでしょうか。これについては全くの不明で、プラズマトンネルから元の世界に戻ったというケースは短時間で長距離移動できていたことしか分かっていません。ですので、サンチアゴ航空513便のように時空を超えてしまう可能性もゼロとは言えないのだといいます。このような世界中でたびたび起こる消失事故の中には、もしかすると本当に異空間に迷い込んでしまったものがあるのかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。